山口大見和宮は山口県山口市にある神社である。旧社格は県社。永正17年、大内市30代目の大内義雄が伊勢神宮の神霊を勘定して創建したものである。永正5年6月、大内義雄は山口に逃げてきた前将軍、足利義種を報じて上落し、以降11年間京都に滞在し、官僚代として、 幕政を執行した。その間の永章11年、吉沖は伊勢神宮に参拝し、永章15年8月に山口へ戻ると、前例のない直郷を賜った上でのスメラ大見上宮、とイけ大大見宮の山口への感情をしたいと思ったという。吉沖は山口に帰国して、すぐに伊勢神宮を感情するための準備を始めた。 伊勢神宮を勘定するための土地を探して、現在地の高根登録を社地に定め、すぐに社殿建立を開始した。英正16年11月3日に、下空、英正17年4月8日に内空を造営すると、吉田神社を通じて天皇に、伊勢神宮勘定の許可を求め、五柏原天皇の直京へ、で、同年6月29日神宮の御腰高向この二頭、 大部工場により、伊勢神宮の神霊を勘定、鎮座した。当初は高根神明と称していたが、五柏原天皇から、高根太志神宮、御洋勢天皇から、伊勢の御神筆直学が授けられ、高根太志神宮、今、伊勢と呼ばれるようになった。式年仙宮は、伊勢神宮仙宮前後総論に配慮し1540年に、下空、内空同時に行われている。 当時の伊勢神宮は、幕府の神宮頭人の力が及ばなくなり、全国の荘園から届く、駅不幸前が滞納されたことにより、慢性的な財政難に陥り、下空は1434年内空は1463年より、式年仙宮が中断していた。その反面、庶民による伊勢信仰は、広まり南北朝時代頃よりには飛び神明と言われる。 伊勢神宮の感情が流行し各地に神明神社が創建されていた。高根大神宮の感情もそうした流れを受けたものであったが、江戸時代まで伊勢神宮より直居を得て神霊の感情を受けたのは日本中で当社だけであった。江戸時代に伊勢信仰が盛んになると山口大宮宮宮には特に西日本各地から多くの参拝者が訪れるようになった。今も 山道脇には多くの日産一万日常住の石碑が残る。昭和3年、県社に列せられ、社名を高根神社とした。昭和22年に現在の山口大神宮に改称した。伊勢神宮と同様の内宮、月宮があり、それぞれに付属した別宮、拙者がある。これらの社殿は隣接して建っており、石段を降りたところに祈祷などが行われる神楽殿がある。 境内には、拙者田賀神社、末社高根稲荷神社があり、大鳥の峰中腹に岩戸社がある。大鳥の峰登山口は、月空の前にあり、岩戸社までは、徒歩約10分である。当初は、伊勢神宮と同様の20年に一度の式年遷宮が行われていたが、戦乱などにより延期されたり、簡単な改修のみで済ませたりということも、行われるようになった。明治以降は、 明治12年、明治35年に行われたが、その後一時中断した。昭和35年に社殿建て替えが行われ、平成12年に式年遷宮が行われた。内宮、下宮の敷地の横には、式年遷宮の際の古戸の地がある。ありがとうございます。